っとあがきです。基本的に皆さんラーメンっていつ食べるものだと思いますか？まあ、なんか夜とか、まあ、深夜に食ったらうまいとか、まあ、まあそういうなんかイメージあるやんか。ただそれってもうただの概念なのね。本日やっていきたいのがあんまりこれ多分ねみんなイメージなかったと思うんだけど、朝ラーメンっていうのが今ちょっとこう密かなブームらしくて、そこに今日行きたいなと思って、全国的に有名な一風堂さんってあるやんか。はい、そう、あの一風堂さんが朝ラーメン始めたんよ。なんと8時から10時限定でオープンしてるらしいよね。その時間だけだから一旦10時になったら店閉めるんよ。閉店してまた昼から営業するみたいな、まあ、こう1日の始まりの前にちょっとラーメンを書き込んでいくって、なんかそれいいんじゃないかなと思ってさ。確かになんかな、朝からしつこすぎるかなっていう、まあそんなこともちょっと思ってんけど、まあ、でもせっかくそういうデサービス実施してるんで、果たしてどんなラーメンなのか、やはり豚骨ラーメンなのか、それでもまた新しいラーメンなのか、まあ、どこやったっけ、全国で4店舗全国4つしかやってない。4つしかやってない。東京の浅草、関西で言ったら梅田で、中国やったら広島。あ、じゃあもう関西やったら梅田、大阪しかないんや。そう、はい、だけどじゃあ早速そちらの朝ラーメン食べていきましょう。たけやきしょ。行きますか。朝日が気持ちいいぜ。いいですな、朝日、木漏れ日。大阪城公園や。で、今年のさ、初詣大阪城公園って。あ、そうなの？初めて。うん。大阪城公園に神社があって、で、そこ初詣しに行って。で、その時にさ、マジこれたまたまやねんけど、TikTok で結構話題になってるなんか唐揚げ屋さん知らんか？なんか別にゴリューってその唐揚げ屋さんおって食べに行ったっていう。屋台が出てたってこと？そうそうそう。本日は2021年1月1日ということで初詣にやってきました。そしてここで見つけたのが屋台五流さん。TikTok でも話題になっていたこちらの唐揚げ、僕はもちろんマヨネーズ付きでお願いしました。それではいただきます。はい、というわけでこちら一風堂さんに着きました。イエーイ。すごい綺麗やね、広いし。いや、これマジ大都会や。あのね、大阪のね、有名なヘップっていう観覧車とかあるショッピングモールのすぐ近くにあるって感じですね。はい、というわけで店内に着きましたけども、すごいな、この時間いらっしゃいませじゃないねんな、おはようございますって言ったで。だからこちらが朝レイ朝ラーの豚骨コロアゲンおかゆとラーメン1個ずつ頼みました。朝から元気ということでございます。減ってんのかって今自問自答してんのでもそれでも食べれるようなメニューだと思うから、その減ってりじゃなくてね、本来の一風堂さんのこう豚骨とかじゃないと思うよ。それ僕も分からずに来たからさ、とりあえず注文したんで来るのを待ちましょう。はい、はい、というわけで届きました。どひゃー、からのどひゃー、こんな感じだね。おかゆ、豚骨コロアゲンおかゆとかが体を温めて一日スタートやって。あ、なるほどね。一応豚骨ラーメン屋さんやからさ、豚骨のおかゆとかね。皮むくんでない？うん、暑いからさ。まあ確かにね。で、もう一個そっちの一風堂で豚骨ラーメンじゃなくて醤油ラーメンだと。ありえねえだろ、この細麺、ストレートタイプ。でもこれ、BGM もちょっと優雅にしてる。あ、朝っぽい。なんかラーメン屋ってさ、結構騒がしい。ああ。みたいなさ、すごい、これを作ってたら、なんかスースーホテルのビッフェみたいな。いただきますか。でもさ、フェリー入ってんねんな。ナチョル。ダガチャギボーイや。いただきます。濃厚あっさり。濃厚ない。そう、濃厚やけどあっさり。スープ自体は、一風堂さんのいつもの、あの濃さというか豚骨味はあんねんけど、入ってる具材がなんせもうあっさりのオンパレードなのよ。そのすごいこってりの中にあっさりメンバーが入ってるみたいな。すごい言い方悪くしたらクラスの陰キャが集まってクラブに行くみたいなここがクラブというところでございかみたいなそういうイメージ。具材がそうやね。ごま、たくあん、生姜、梅？そうだね。でおかゆやからそのご飯もこう柔らかめのもの入ってるし、で最後の揚げ句の果てにはさっき言ったそのチェリー入ってるわけやん。あとネギ、もう本当にあっさり、こっさりやね。さあ続きましてこちらのあっさり醤油ラーメンいただきたいと思います。これに至ってはさ、一風堂のこう元々本来あるもの一切残されてないわけやん。このあっさり透き通ったスープから、甘め、甘めのスープですわ。朝にちょうどいいわ。
そう来たか。あのね、この細麺、まさにいつも使ってるこれやっぱ博多ラーメンなんかな、豚骨といえば、うん、一風堂さんってどっち系の、あの豚骨独特の細麺ストレートタイプやねんけど、でもすごく朝っぽい麺が。それはなぜでしょう。なぜですか。考える気ゼロやん。シンキングタイムゼロやったな。あのね、やっぱり博多ラーメンの麺の濃さって麺の硬さやと思う。でもこれすごく柔らかいよ、麺が。だから茹で時間がこれ多分かなり長いと思う。長いことによってこのあっさりさをより強調させるというか。そのおかゆもそうやん。普通の硬さのご飯で食うよりご飯も柔らかくした方があっさり感じるやん。食べやすいやん。その感覚なんやろな。なるほど。麺も柔らかくしてるわこれ。この柚子の皮がすごい合うらしいよ。うわ、いいね。うん、柚子うんま。これでも確かに朝やけどラーメン大丈夫かなってちょっと躊躇してる人でも全然食べれるこの美味しさ、うんうん、でもさ、うん、一風堂さんってさ結構コンビニとかでもカップ麺あるやん。うん、うん、そうやね。結構有名ってことやんな。めちゃくちゃ有名。実は来たこと全くなくてさ。あ、そうなの。ファーストコンタクトがあっさりガニと醤油ラーメンってこと。そう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 。妻のあのギラついてる姿見てない。ってことは結構来てんのでしょ。うん、結構来てる。あ、そうなんや。ギラギラギラやとかもこの麺で頼もうと思ったら多分これね替え玉とかもいけるっぽい。あ、替え玉いけるの。薄い、うん、だから朝塩って薄くしてんやろな。あー、なるほどね、うん、カーテンのベースかな。そうそう、最近さジム通い始めて。え、そう。うん、早速今体バキバキの状態。バキバキです。バキバキ童貞ですね。大学生の頃も一回通ってたよね。はいはいはい。本力はとりあえず鍛えたくて体大きくしたくてみたいな。今でもちょっと残ってるやろ。ああ確かに。でも今は完全に健康と体力。今このねコロナ禍がなかなかこうライブとかできんけどさ、もうできるようになったらストレージ上でパフォーマンスみたいになったら体力めちゃくちゃいるから。ああまあそうやな。そう、そういうので日々やっとこうと思ってこの機にやろうと思って家でやっててんけど、ちょっとやっぱこうきちんとジムに通ってやろうかなっていうので。へえ。今すごいよ。何だ。ランニングマシンとか、なんか好きな国選べてさ。国なんか選んでなんかモニターみたいなのあんねんけど、そこを歩いてるみたいな感じなで、昨日やったらスウェーデン走ってきた。スウェーデン行ってきた。スウェーデン走ってきました。しかもなんか通り過ぎる人とか一緒に走ってる人が全世界のエニタイムやねんけど、エニタイムの会員がもうリアルタイムでなんか歩いてる姿が見えんねん。アバターみたいな感じで。すごい。それもう1時間ぐらいわーってやったから、今超回復中。まさに大変や。ほう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 。それでさ、最近ちょっと思ったことあんねんけど、世の中のみんなさ、なんかダイエットしたことに対してめちゃくちゃ褒めすぎじゃないっていうの思うよね。っていうのがさ、いや別にねすごいなとは思うんやけど、過剰に褒めすぎちゃうみたいな。だってさ、例えば100キロ超えてる人がダイエットするってなったらさ、まあ、体質もあると思うけどさ、夜中とか関係なしにさ食べまくってきたわけやんか。だからさ、つけた溜まったものをまた自分でリセットしただけやん、はいはいはい、でもさこっちはさ、言うたんさ日々結構食事整理してるんだ。撮影以外やったらもうマジで食わんようにしてるとか、もう速攻走りに行ったりしてるとか、それを日々何十年も続けてるだけやん。でもひたすらもう食べまくってきた人がさ、数ヶ月間だけ頑張っただけですごい褒められるってさ、なんだろうな、ヤンキーがちょっといいことしたら褒められるみたいな感覚に似てるなと思って。世の中のみんなダイエットに対して褒めすぎ。その前が大事、その前に遊んできてんねんから。本当にすごい多分みたいな感じのコメント見るからさ、よくダイエットした人も。いや本当に一定期間すごいんじゃなくて、長期間すごいのがすごいからね。帰ったら夏休みの宿題でさ解いてさ、こっちは30日間毎日1時間やってきたけどさ、こいつは最終日にオールでやってるだけやから逆に甘いからね自分に。まあ、てな感じでさらにちょっと体を引き締めようじゃないかと、そしていつかの来たる日、そのライブの日に向けて体力をつけようじゃないかという感じで日々頑張っております。もう早速なんか昨日走った後にさテンション上がってきてさ、帰りスーパー行ってささみ買ったと。そういう意味じゃ今日とかやったら一風堂さん行ってきたってなったらさ、ジャンキーなこうラーメン食ってきたのなって思われるけどさ、まさかこんな健康的なガユガユっつあっさり醤油ラーメン食ってるなんてマジ思わんからさ、まあ、これはまあ僕にとってもいいなって思った。どうせやったらちょっと替え玉も頼もうか。替え玉頼みます。はい、もう一玉来ました。いや、やっぱいっちゃうよね。会話して思ったけどさ、さっきあんだけなんかダイエットとかについて話したのにさ、早速自分に甘くなってるよ。